双子山親方が敗血症で緊急入院し、命の危機に直面したニュースは、多くの人々に衝撃を与えました。親方の命が救われた劇的な回復のエピソードは、双子山部屋全体にとって大きな出来事でした。そこで今回の動画では、そんな双子山親方の入院騒動から、新十両に昇進したナバタメのストーリー、親方の癒しである猫たち、そして双子山部屋の YouTube チャンネルでの人気動画まで、双子山部屋の魅力をたっぷりとお届けします。相撲界の舞台裏に迫るとともに、力士たちの日常や温かい人間関係にも焦点を当てます。双子山親方が敗血症で緊急入院したのは、2023年の春場所千秋楽からわずか2日後のことでした。親方は東京に戻る途中で体調不良を感じ始め、その後宿泊していた兵庫県西宮市のホテルで急激に悪化しました。救急車で運ばれた病院で敗血症と診断され、医師からは、あと1時間遅かったら命を落としていた、と告げられました。病院では血圧が異常に低く、80まで下がっていました。それまで血圧を下げる薬を服用していた親方が、初めて血圧を上げる薬を必要とするほどの危険な状態でした。10日間の緊急入院の間に、親方は体重が23-24kgも減少し、生死の境をさまよいました。それでも親方は、入院中も双子山部屋の力士たちを気にかけ、カメラのデータを見ながらアドバイスを続けました。生かされた命、と語る親方は、近日中に手術を受け、腎結石を取り除けば問題はないと前向きに話していました。親方の強い意志と愛情深い指導は、力士たちにとって大きな支えとなっています。そもそもこの双子山部屋がスタートしたきっかけは2015年2月6日、当時藤島部屋付きの双子山親方が、東京都荒川区の藤島部屋で記者会見を開き、将来的に独立する意向を表明しました。双子山親方は、何人か早く仲間を見つけて、早い段階でできたらいい、と数年以内の独立に意欲を示し、最初の内弟子の入門も発表しました。双子山部屋の名前は、2004年に貴乃花親方が部屋を継承した際に消えていましたが、親方は、偉大な名前を引き継ぐことができた、自分も強いイメージを残せる部屋を目指したい、と語りました。双子山部屋は、兄弟横綱の若の花や貴乃花、大関貴乃波などが誕生し、1990年代の大相撲人気を牽引した伝統ある部屋です。親方は本格的な指導に向けて体を鍛え直し、独立に向けた準備を進めました。そして、2024年5月、双子山部屋の名畑目が新十両に昇進したニュースも、相撲界にとって明るい話題となりました。名畑目は2020年初場所で初土俵を踏んでから、わずか4年半で関取の座を射止めました。昇進に際しては、自分で何年以内に十両に上がるとは決めていなかったが早かったかなと思う、と語っています。名畑目の背景には、困難な少年時代があります。タイ出身の母親の元で育ちましたが、小さい頃にやんちゃだったため、中だか6年間を栃木県の児童養護施設で過ごしました。その時期に母の大切さに気づき、恩返しを誓うようになりました。名畑目は、母は偉大な存在です。離れて暮らしていたからこそ、母の大切さを感じました、と話します。矢板高校に進学してから相撲を始めた名畑目は、地道な稽古を積み重ねて関取の座を勝ち取りました。新十両昇進を機に、師匠である双子山親方の、みやび山、というしこ名を継ぐことを目標にしています。ゴールではなくスタート。おもや師匠、おかみさんに親孝行をする気持ちで気を引き締めて頑張ります。と、新たな決意を語っています。力士の短命は相撲界全体にとって重大な問題です。例えば、元横綱あけぼの太郎が54歳で心不全により亡くなったことは、大きな衝撃を与えました。近年でも、若くして亡くなる力士が続いており、2022年には元横綱若乃花美騎士が69歳で肺がん、2023年には元大関朝潮太郎が67歳で小腸がんといったように、多くの力士が平均寿命を大幅に下回る年齢で世を去っています。この問題の背景には、力士の過度な体重増加や不規則な生活習慣が挙げられます。力士たちは現役時代に高カロリーの食事を大量に摂取し、引退後もその生活習慣を改めないことが多いです。親方衆もまた、引退後も暴飲暴食を続け、健康管理が愚かになることが多いため、短命になりがちです。大相撲界は、引退後の健康管理を強化するための対策が必要です。現役力士だけでなく、
引退後の親方衆に対しても健康管理の重要性を啓蒙し、定期的な健康診断や栄養指導を行うことが求められます。相撲界全体が健康意識を高めることで、力士の寿命を伸ばし、より健全なスポーツ文化を築いていく必要があります。力士の健康問題は、相撲界の未来を見据えた重要な課題です。相撲界では、現役時代の過酷なトレーニングと高カロリー食が常態化しており、それが引退後の健康リスクを高める要因となっています。また、1980年夏場所に活躍していた力士の多くがすでにぶっこしている事実も、力士の短命を浮き彫りにしています。当時の幕内力士36人中、58% に当たる21人がすでに亡くなっており、その平均没年齢はわずか57歳です。これに対し、同時期のプロ野球選手の死亡率はわずか 14% に過ぎず、この差は相撲界の健康管理の欠如を如実に示しています。力士の短命を防ぐためには、現役時代からの健康管理が不可欠です。例えば、大相撲の力士数が減少する中で、健康管理に特化した取り組みが求められます。日本相撲協会は、健康診断や栄養指導、トレーニングプログラムの充実を図り、力士たちの健康を維持するためのサポートを強化するべきです。これにより、力士の引退後の生活の質を向上させ、相撲界全体の未来を明るくすることが期待されます。忙しい相撲部屋の日常の中で、双子山親方にとって大切な癒しの存在が猫のウリとブルーです。2021年に、新弟子が来る、と言って部屋を出た親方が連れてきたのが、猫のウリでした。弟子たちは当初、新弟子が人間だと思っていたため、猫の登場に驚きと喜びが入り混じった反応を見せました。ウリは、親方が部屋を持ったら猫を飼うという長年の夢を叶えた存在です。中学時代に姉の家で猫を飼い始めて以来、猫への愛情が深まりました。猫はわがまま、でもそこがまたいい、と、親方は目尻を下げて話します。昨年10月には、新たに保護猫のブルーも家族の一員となりました。当初は引き取り手を探していたものの、愛着が湧いてそのまま家族に迎え入れました。ウリとブルーは兄弟のように過ごし、親方夫婦に愛される存在です。東京場所の期間中は、できるだけ一緒にいたい、と話す親方。猫たちとの時間は、親方にとって最高の癒しとなっています。双子山部屋の YouTube チャンネル、スモーフード、力士たちの日常や食事風景を紹介するコンテンツで人気を集めています。特に2024年1月28日に公開された動画、全部のせ特濃つけ麺、卵かけ麺、唐揚げ、鯛だし塩つけ麺、YouTube の急上昇ランキングに入るほどの反響を呼びました。動画では、双子山親方と力士たちが、三田製麺所、大戸連れ、大量のつけ麺や唐揚げを注文して楽しむ様子が映されています。力士たちが麺をすする姿や、食事を楽しむ姿は視聴者にとって大きな魅力となっています。コメント欄には、力士さんの食べっぷりに感動、見ているだけでお腹が空いてくる、といった声が寄せられました。このチャンネルでは他にも、俳優の東出昌大さんが力士たちに手料理を振る舞う動画などが人気を博しており、100万回再生を超える動画も複数存在します。力士たちの食事シーンや日常が、多くのファンにとって身近で親しみやすいコンテンツとなっています。双子山親方の劇的な回復や、新十両に昇進したなばための奮闘、親方の癒しである猫たちとの日常、そして YouTube での人気急上昇など、双子山部屋は常に話題に事欠きません。親方と力士たちが一丸となって努力し続ける姿勢は、多くのファンに感動を与えています。これからも、双子山親方と双子山部屋の挑戦は続きます。親方の指導のもと、力士たちがさらに成長し、相撲界に新たな風を吹き込むことを期待しています。そして、多くの相撲ファンが、彼らの活躍に期待を高めています。